西洋市のクジラ塚。手前の柱の跡は、明浜町教育委員会による説明版の後品川、理伝神社のクジラ塚クジラ塚とは、海浜において、騎士に打ち上げられたクジラを祀った塚のことで、日本独特の習わしである。よりクジラ、流れクジラと言われる座礁クジラを捕獲し食料や資源としての利用から、その地域が救われたり潤ったりしたことに対する感謝であり、 また生命への追悼の意味で建てられた塚であり、漂着神や、より神信仰とも関わっている。鯨は神格化されて捕らえられていたため、偶然の漂着、または捕鯨により命を奪われたことで荒ぶる神にならぬよう祀った塚でもある。東京都品川の利殿神社、東京都三宅島の鯨神社などにある。江戸時代以降の組織捕鯨が確立されて後、 捕鯨を制御にした地域においても、追悼や感謝の意味を込めて建てられた塚があり、千葉県勝山の浮島神社の近く流島地区、和歌山県大寺町などにある。クジラの到来と魚群の到来が重なることから、クジラには霊力があると考え、漁の水先案内として利用していた経緯がある。このことから、エビスの仮の姿のクジラを、漁業の神として大量追福。 または、渡積みとして、海上安全祈祷などを願い、祀った塚でもある。同じものとして、受道捕鯨や偶然捕鯨のみならず、捕鯨を古くから生業にしてきた地域では、クジラバカやクジラヒといったものが存在し、クジラ塚と合わせると、およそ100機が日本に存在する。全国の沿岸部各地に存在する。形態は様々で、石碑や塔やほもあれば、 意外の一部の骨の上に土を盛り上げて岩を置いただけの塚もある。宮城県気仙沼市唐桑町の例は次の通り。愛媛県西洋市明浜町の例は次の通り。千葉県の房総半島南部にもいくつかのクジラ塚が残されている。クジラ神社とは、クジラに対する感謝や追悼のための塚を建てたり、ご神体としてクジラの意外を祀っている神社や、あるいは、 捕鯨行為自体を真事として捉え、信仰している神社などの捕鯨とか代わりの深い神社の俗称。クジラ鳥居とは神社の鳥居がクジラの骨でできている鳥居である。日本で最古のものは和歌山県大地町の恵比寿の宮の鳥居である。このことは、伊原西閣の日本永代暮六1688年観光に、キロ大港大地という里の 最初の歌ヘリこのところは、繁盛にして、若松村に付ける中に、クジラエビスの宮を伊波一人にその魚の、洞骨立志に高さ三畳ばかりもありのべしと、記述があり六百八十八年より古くから存在していたことがわかる。他には、長崎県新上五島町の街道神社にあり、九百七十三年に、日東捕鯨株式会社によって奉納されたが、記録によれば、 現在の鳥居は三代目であり、それ以前は何で作られていたか判明していない。これらが現在、日本にある、クジラ鳥居のすべてであるが、当時日本統地下の台湾の最南端のガランハナにあった、ガランビ神社。または、カラフトにあった、サツトウエビス神社。北方領土のシコタン島のシコタン神社の三箇所に、クジラ鳥居があった。以上五箇所はそれぞれ捕鯨に直接または、 間接的に関わる場所である。ありがとうございます。